リョウとロバートによりユリ誘拐事件の幕は下りた。そんなある日、ロバートが異種格闘技戦の知らせを持ってくる。この大会はサウスタウン中の強者を呼び寄せた。さまざまな思いを胸に秘め、今格闘家たちは熱い戦いの舞台へと向かう。両坂崎、極限流空手師範の父拓磨から幼い頃より修行を受け、実力は父をも超えたと言われる。現在は自ら厳しい修行に身を投じ、山にこもる生活を送っている。お前また車買い替えたのか。秋っぽい野郎だぜ。お前にはこの車の良さなんかわからんやろな。修行で山にこもってからもうどれぐらいになるのか。そろそろ腕試しがしたかったところだ。聞けばサウスタン中から猛者どもが集まるっていうじゃないか。ワクワクするぜ。さて修行の成果を試す時が来たな。リグ、久しぶりだな。相変わらずそのおもちゃは手放せんようだな。生きがってばかりいると早死にするぞ。ほら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 、原始風客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 。両坂崎様ですね。コミッショナーがあなたにお会いしたいと申しております。私とご同行願えますか。へえ、俺のためにレセプションでも開いてくれるのかい。貴様がタクマの息子か。お会いできて光栄だよ。お前は一体何者だ。私の名はギース。いずれこのサウスタウンの支配者となる男だ。どうだ、私と組む気はないか。貴様がギースか。お前と空気はさらさらねえぜ。ならば仕方ない、消えろ。原始風客、原始風客、オーケン、You dare take him on。 オース、口ばかりで大したことないやつだ。お前を甘く見ていたようだ。これでも暗いな、覇王。一体なんだ。イース様、こちらへ。今回のところは私の負けだ。だがこの借りは必ず返す。ひとまずさらばだ。待て、どこへ行く、ギース。ギース様、まもなく日本の領空に入ります。そうか、わかった。サウスタンの方はどうだ。はっ、すべて計画通りに。
ただ。ただどうした？言ってみろ。はい、ジェフ・ボガードのことについてですが、ギース様のことをいろいろ嗅ぎ回っているようです。そうか、奴の動きをマークしておけ。仰せのままに。サウスタウンがこの私のものとなるのも時間の問題だ。もはや恐れるものなど何もないわ。やっぱり俺が優勝か。大した奴さえいなかったな。リョウ、やったな。お前ほどの男がワイのライバルとは鼻が高いで。ありがとう、ロバート。ところでここまでのリフト、今までの借金やけどな、優勝賞金から引かせてもらったで。これがお前の取り分。ほら、500円。500円？ロバート、お前な。金のことはきっちりせなあかん。なんか文句あるか？当然だ。この金持ちのボンボンがせこい真似すんじゃねえ。やかましい。せこいのはお前の方じゃ。青昇降下イエーイ。ロバート・ガルシア、リョウの良きライバルであり親友、将来を約束された地位を嫌い、実力のみがものを言う極限流空手にのめり込む。リョウの妹ユリは気になる存在である。なんか参ったな。ロバート、全ての力を持ってかかってこい。どないしたんや。なんやなんや、けったいな奴らが行さんおるな。中にはどっかで見た顔も混じっとる。まあどんな流儀使う奴がおってもこのロバート様には通じへんで。よっしゃ、いっちょもんだろかい。どないしたんや。久しぶりやな、デカブツ男。またやられに行ったんか。懲りへんやっちゃで。以前の俺とは大違いだぞ。さあ来るがいい。どないしたんや。え、ワイに会いたいって？人気者はつらいな。ようこそ、ロバート・ガルシア君。何やお前は、何の用やねん。私の名はギース・ハワード。いずれこのサウスタウンの支配者となる男だ。どうだ、私と組んでみる気はないかね。なんでお前と組まなあかんねん。さっさとかかってこんかい。どや、ワイの強さビビったやろ。お前を甘く見すぎていたようだ。なんや、どないなっとんねん。ひとまずさらばだ。こら、
逃げんのんか、まだんかい。やったで、ワイがナンバーワンや。ロバートさん、ロバートさん、おめでとう。怪我はない？ユリちゃん、わざわざワイのために？うん、だってロバートさんのことが心配だったから。ああ、そうか、やっぱり好きな人のことが一番心配やもんな。やったー、ロバートさんたら。キャー、大丈夫？ロバートさん、今のは聞いたね、ユリちゃん。ユリ坂崎、タクマの娘にして寮の妹、兄に内緒で父の道場に通い稽古をつけてもらう。わずかの間に格闘家として急成長した彼女は単身異種格闘技戦に参加する。でもお前、これは戦いなんだぜ。知らない、傷が残ったらお兄ちゃんのせいだからね。責任取ってもらうわ。ああ、もう何とかしてくれよ。助けてくれ、ロバート。聞いてないのが悪いんだよ。さあ行くぜ小娘。変なことしたらただじゃ済まないわよ。ようこそミス坂崎。ちょっとどういうつもり、こんな乱暴な真似して。失礼はお許し願いたい。私はギース、あなたのような優れた格闘家に興味を持っていまして。もうごちゃごちゃわけわかんないよ。私の腕が知りたいなら教えてあげるわ。かかってきなさい。弱いんだ。お前を甘く見ていたようだ。キャー、何これ、怖いよ。ひとまずさらばだ。何も見えないよ、助けて。ユリちゃん、おめでとう。まさか優勝やなんてびっくりしたで。ロバートさん、わざわざ私のために？